吉本定一3月23日から1945年9月14日は日本の陸軍軍人。最終階級は大将。徳島県出身。愛称、吉本大三郎の長男として東京で生まれる。東京府立4位中、陸軍中央幼年学校余日同校本科を経て、1908年5月、陸軍士官学校を卒業。 同期の牛島光、下村正吉本で、陸士20期三馬ガラスと呼ばれた。1916年11月、陸軍大学校を卒業。フランス駐在などを経て1931年8月1日、参謀本部署無課長となる。満州事変勃発後朝鮮軍が、独断越境するという事件が起こると、陸軍中央は閣議において、 朝鮮軍の出兵が体験官板であると結論された場合の対抗策として陸軍大臣参謀総長の辞職を検討、吉本が辞職願いの執筆に当たった。不評、第21旅団長、東部防衛司令部の参謀長などを歴任、日中戦争開戦で新設された第11軍参謀長として岡村安次中将を補佐し、武漢作戦を戦う。 ついで中止な派遣軍参謀長として山田乙三大将を補佐した。その後、野門藩事件後の第二師団長に親保され、太平洋戦争開戦時は関東軍参謀長の職にあり、1942年8月1日から第一軍司令官を務めた。第二次世界大戦末期の1945年には第11方面軍司令官となり、大将に 新旧、だが、藤江圭介大将に職を譲り、第一総軍司令部付けであった時に敗戦を迎え、9月14日に、市ヶ谷大城で受決した。ありがとうございます。